よし、じゃあ始めます。何のためにサイトを作るか、手数料 35% で利益率を改善するために、独自のプラットフォームを設けるサイト、これを作りたい。それが理由ですね。まあ題名の通り、会社を作りたくなった。支援金制度やビジネスの構造、これについて考察していきます。あなたの友達5人の平均があなたになる、つまり付き合う人で人生が変わるってことなんです。大学で何を学んだかっていうと、学びたいことを学ぶだったら通信制でいいわけです。で、学校っていうのは人間関係を学ぶわけなんですよね。やりとりとか。ね、みんなが何を考えてるか。で、付き合う人で人生が変わるなーって、本当に大学教授を通して働くことっていうのは、働いて得る賃金よりもお金でお金を増やす投資っていうものが目の前に成功した人がいるんだ。っていうのが、大学で実感してから6年、時間とやる気を奪う人から全力で関わらないようにして、結構孤独を感じて、ようやくね、会社を創設できる人間関係を築いてきました。儲けるってことは、卑しいなとか、悪いことじゃないのって思うかもしれませんが、まあみんな企業やってますからね、儲けるってことはお客様から感謝され、お金をいただく社会貢献です。だから儲けることに自信を持って活動しよう。私はそう思いました。お弁当配達事業計画書、会社名は小春日和にしようかなと思います。今のところ個人事業主は小春小抜になってます。結論から、私を起点とする会社のシステムを考案する。関わってる飲食店とはまた別に独立してね、会社として成り立つためには利益っていうのかな、地域に貢献する必要があるんですよね。選ばれ続ける存在となるために、お金の生み返し、稼げるようになるために押さえておくべきポイントとか、こういうのも踏まえた上で、経営理念が豊橋市に地域の人々に楽しく健康な食生活を提供するっていうことにしました。というのも、私がね、トヨタディーラーで働いている時に、土日ね、お弁当屋さんやってないんですよね。で、それでコンビニに買い物に行ったり、そうするだけで20分時間を使ってしまって、休憩時間がね、減って、結構疲労困憊の状態で帰っていくっていう日々でしたね。ましてはその転勤してからの、配属が変わってからのご飯、お弁当っていうのは、そこお弁当しか選択できなくて、それは300円で安いものの、ね、刑務所の弁当かなっていうくらいそういうもんだったので、絶対それよりいいもの作れるだろうと思ったんですよ。これって絶対ね、地域に貢献することができると思いました。まあ大前提として、すでにね、お店、私はお店のマネージャーとして、フードショップコロナっていう、スーパーマーケットと南部商店っていうところに納品が、もう実績があります。そして、このシステムが、お弁当発注システムですね。開発できたら、お弁当ぜひそのサービスを利用したいよっていう人が、150人はいますね。で、モティモハールにそこしか取り扱わないかっていうと、全然そんなことではなくて、ちゃんと独立してるので、私が食べて美味しかったお店に声をかけて、地域の美味しい食べ物を知ってもらうことっていうのを理念にしているので、Uber Eats 出前館とか、利用してるお店がほとんどだと思うんですけど、手数料がね、なんと言ったってもめちゃくちゃ高いんですよね。どれくらいだと思いますか、皆さん。35% ですよ。35%。それに加えて、消費税も 10% って言ったら、45%。累進課税率、もうマックスじゃないですか。2000万円以上の、分以上税金として持っていかれるぐらいの勢い。じゃあ、どういうサイトを作るかっていうために、まあ、すでにあるものをね、勉強してみました。味わい亭というものが、豊橋には結構強く出回っていて、で、三河湖西かな、だいたい1000社の企業から選ばれて8000食本当にね、出荷してるみたいです、お弁当を。でもこれで土日をやってないわけだから、7分の1くらいね、もらえたら結構な売り上げにならないと思いません？とにかく、この味わい亭の発注は、ウェブ発注システム、お弁当の発注、変更が簡単にできる、っていうのをこう導入してるみたいですね。ちゃんとアニメで分かりやすく書かれてる。だから私もこういう風なね、外注を依頼したいものですね。私の所属しているモティモハールと違うところは、メニューがだいたい3種類しかないっていうこと。日替わりの小竹梅ぐらいのね、バリエーションが少ないっていうところですかね。日替わりでメニューは変わるんですけど、もう今日食べたから明日もね、同じものを食べたいっていうことができないんですよね。だから好きなものを注文できるシステムにしたいですね。よくある質問で、こういうものが全ての疑問に答えられるように、
これを作っていくと、あ、こういう会社を作っていけばいいのか、味わい手はこういうスタンスなんだ、じゃあ私はこの差別化するために選ばれるために1個からでも注文すればいいなとか、いろいろ考えました。例えば何食から注文できるかっていうのは、この味わい手は3食からなんですよね。というのも、配達がハイエースっていうミニバン、そういう車を大型の車を使って配達するので、ガソリン代、人件費を考えると割に合わないわけなんですよね。で、じゃあ私たちは局地線っていうかな、範囲を狭めて自転車や原付ぐらいで行ける距離に限定することによって、あの配送コストを削減することができるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに後で話すけど、従業員を外国人を採用するとかね、いろいろもちろん問題もあります。山積みです。でも全部解決の目処は立ってるので、お前本当かよ、いやできんのかよ、俺はできんと思うよっていう人もねいると思いますが、まあ、そういった人たちの期待を裏切る行為、私はもうすっごい大好きにしてきたので、おそらくねうまくいくんじゃないの。いやそうやってね自分を信じないとダメですね。具体的にあの配達をする人っていうのはネパール人に行わせます。そうすると日本語がいざ必要な時に困るじゃないかって思ったので、この日本のタイムレップっていう、あの、アバターを介した遠隔接客接待ツールかな、これを導入しようと思うんですよ。規模が大きくなって、私じゃあ手に負えなくなったらね。まあ、あとは私がこれやりたかったっていうのもありますね。バーチャルキャラクターによる接客支援サービス。相場は15万円。システム導入とかはまた別ですけど、これって、ね、設定できるなら、安くっていうか自前で設定できるんじゃないのとも思いますけど、人がね確保できるか心配だったんですよね。まあなってから考えます。バーチャルキャラクター 3D モデルの制作、あとはキャラクターの動きと操作用のセッティング、デバイスの設定、キャラクターを操作リストのセッティング、あとは店舗に映像を表示する透明スクリーンの設置用の器具をセッティングして運用開始と書いてありますけど、がっちりしたシステムでなければ自前で作れそうな気もしますね。YouTube で配信が私はできているわけじゃないですか。 T 導入補助金にも採択されたっていう実績もあるので、今後ね必要な時に補助金を使えばね拡大も容易になるんじゃないかなと思います。すごいですよね、このリアリティで配達ロボットにこの配信アバターのキャラクターというか配信者を乗っけることができる宣伝効果ですね。サイトを作るときに小さいと構築の手順や立ち上げの方法を調べてみて必要なものをまとめました。コンセプトの定義、もう骨組みですね。何のためにサイトを作るか、手数料 35% で利益率を改善するために、あの独自のプラットフォームを設けるサイト、これを作りたい。それが理由ですね。だってね半分くらい持っていかれるので、そうすると商品に値段を転嫁しないといけない。自分で自前でねシステムを作ったとすれば、手数料っていうのはこっちのね思うままになるので、実際は 10% 15% 以下に抑えることができるんじゃないかなと思います。ね、人件費を含めて。で、店長が電話を受けて、直接ね、注文、まあメモして、あのネパール人の従業員に、あの注文してるっていうのがあるんですけど、まあその店長が倒れてしまったらおしまいなわけなので、誰でも見れるように翻訳機能をつけたいと思います。ネパール語と英語かな。Uber Eats のような機能を兼ね備えたお弁当発注ウェブシステムを運用したいですね。概算を取ろうかなと思ったら、高額何千万になっちゃうので、誰に割り振るかっていうピックアップシステムとか、まあ、無駄な機能を省いて最低限運用するためにはね、どの機能がいらないかなっていうのも実際に、まあ、私もね、出前館をやってみたんですけど、勉強になりました。はい。誰にどんな価値を提供するか。これは、本格インド料理、エスニック料理。こういう料理が健康だから、これをね、もっと多くの人に知ってもらいたい。で、届ける人、配達スタッフ、そういう範囲がマックス15キロですね。15キロ。味わい亭は、この広い三河地区とか、蒲郡、新城、小西で20キロ以上に及ぶから、配達コストが結構かなりのもんだと思うんですよ。人件費もね。で、そんなに儲けなくてもいいから、局地戦を挑みます。みんなから必要とされる会社を作りたい。作った方がいいってかな。あとは私がトヨタのディーラーで働いてる時に不便だった、祝日も働きコンビニに行く時間がなかった人たちに休暇の時間をもっと作ってあげたい、そう思います。ここはディーラーはね、豊橋の高市のところにホンダとかね、トヨタ、名古屋トヨペット、対面に愛知トヨタ、日産、ホンダ、スズキ、ダイハツ、一
もう全部並んでる。マツダも並んでる。だからね、取れたらめっちゃ強いと思うんです。どういう機能が必要かなっていうのは、顧客リスト、アカウントを登録して、パスワードはもう、住所、電話番号。まあ、Uber Eatsと変わりませんね。あとはその、稼働状況とか見れるようなシステムを作ってほしい。あとは、個人事業主、Uber Eatsは慣れてるからできるものの、こう、素人、外国人、常識が通用しない人でも、誰でも運用できる必要があるから、誘導システム。これをどうしようかな。Google マップと連携して注文先を案内するようにはしたいものの、なんか高付きするとか言われたんで、どうしようかな。どうしてもつけたいな。100万円くらいだったらつけたいですよね。どうせ国からお金が出るので。発送時、受け取り時、ポイント通知ボタン、完了ボタンを設ける。これで通知ボタンがあって、よし、完了したよし、次の仕事割り振ろうってなるので。よし。Uber Eatsの報酬は、そうだな、ネパール人を雇用するのは、最低賃金で雇用できるからなんですよ。日本人より安く雇用することができる。厳密に言うと、法律ではね、外国人と日本人は同等の賃金でなければならないと定められてますが、抜け穴はいくらでもあって、日本語ができないがために業務内容を制限するので、やむを得ず値段を安くしたっていうことにもできるんですよ。じゃあその外国人からしてみれば、安い給料より稼げる Uber テイクアウト系がいいんじゃないのって思うじゃないですか。でも、これできないんですよね、意外と。これはね、法律の問題なんですよ。日本の政府っていうのは、外国人の永住権を良しとしてない国なので、基本的に。だから、特定技能ビザの特性上、雇用があって、雇用が決まった状態で、パスポート、ビザ、在留資格っていうのは降りるわけなので、個人事業主である Uber Eatsっていうのは、そもそも入国審査が降りません。一応ね、転職ができるように法律は緩和されていますけど、緩和されているけど、外国、日本語が反応でないのに、どこの企業が雇うかっていうのをもう一つ、また、転職はできるって言うけど、飲食で入ってきた、入国したんだったら、飲食系のみの転職になるんです。だいぶきついと思うんです。それでヘッドハンティングされるんだったら、まあ、よっぽど優秀な人でしょうね。そういう人は、まあ一人も見たことないですが。あとは配達する人かな。まあそれは結構端折ってしまおう。どういう会社を作りたいかっていう話だったからね。クレジットカードも使える、PayPayとか。できればもう逆に現金使いたくないくらいです。先ほど言ったように、英語、ネパール語の字幕翻訳。あとは価格、写真、編集機能。デザインとかは特に決めてないですね。もうパクってもいいです。既存のもの。やっぱりね、台本書いといてよかったです。概算見積もり、ざっと300万は軽く超えるんじゃないのかな、というのを予想されます。だから、この補助金を利用します。この補助金のね、金額、なんと、最大350万円。大きいですよね。利用できるものなら利用しておきたい。今のところ、デジタル基盤導入型、この採択率が 80% 超えなんですよ。ね、以前であれば、ハードディスクとか、ハードウェア、パソコンとかの、そういうのはダメだったんですけど、会計システムのセットであれば可能になったらしいです。これもね、概要欄に載せておきます。あと、まとめですね。付き合う人の平均が自分になる。だから、付き合う人っていうのは、こう、選ぶべきだよと言いました。付き合う人を選ぶなんて性格が悪いぞって思われるかもしれませんが、誰とでも仲良くしてる人で、こうした人っていますか？会社の経営者いますか？個人事業主いますか？っていう話なんですよね。会社員で、人からの指図を受けて、歯車としてやっていくんだったら、それで構わないっていうか、それも可能になる、なってたんですよね。サンテルの社長がね、45歳でもう定年迎えさせるよって、社員も。あとは、トヨタの社長も、終身雇用は難しいっていうのも言ったし、自分たちで生きていかないといけないんじゃないの？と私は思ったんです。子供は、親を見て、成長するので、私も親になるんだったら、個人事業主としてね、勉強しておいて、で、人との関わり姿っていうのを仕事に持ち込んでね、子供に教えていきたいなと思うんですよ。いないけど、つまんない内容だし、人に相手にされないですよね。でも、そんな見る目のない人たちの期待を裏切るのが、私すっごい大好きっていうのと生きがいにしてるんですよ。また自分大好きと思ってるし、最後まで、誰が信じなくても自分は信じるから、念を持ってっていうかな、ずっと活動ができてるんです。あとはね、家族の支えっていうのもあるけどね。だから、自分のやる気を奪うような人、これ俺できないんだけどさ、とか、
これ見てよとか、俺の話聞いてよ。そればっかりだと、どんどん集中力、自分のね、エネルギー奪っていくから、もうね、もう、ブロック、ブロックしますね。二度と関わりたくないと思うし、お互いね、気分悪くすると思うので、そういうお金持ち経営者もそうだけど、相手の気持ちを考えて関わらないんですよね。せっかくね、自分の気持ちを込めて、時間をかけて説明したところで、余計なお世話って、つまんないって思われる結果が目に見えて分かってるので、本当ですよね。本当は人に相手にされないっていうのは、結構根に持つタイプでね、嫌で悔しいんですよね。今の社長たちっていうのは、そんなこと言わないけど、根に持ってるはずなんですよね。この世に不満を持ってるから、問題を解決するために自分が動かないとダメだな。と思ったんだと思うんですよ。私はそう思います。いやーね、正直、ここまで聞いてくれる人はもういないけど、もう一人ごとだけど、本当にね、人に相手にされないって悔しいなと思うんだよね。で、普通の人、相手にされようと、配信アプリリアリティをね、徘徊する。でも、結局自分に何の魅力も実績もないから、相手にされない、それなりのレベルの人しか相手にしないんですよ。だから、私がね、スタイルバッチリの女性の方と結婚したり、まあ、付き合うためには、実績を積む、経験を積んで、あとは財力も問題解決して、会社を運営して、お金持ちになって、魅力的な存在に自信がならないといけないんですよ。なる必要があるんです。そういう人気の女性っていうのは見定めますからね。たくさんの男性と比べて、私を選ばれたらなと思うんですよ。結婚したいし、子供欲しい。でも優先すべきものは、今、基盤を固めること、自分の会社組織を作ること、なんで、結婚できたらいいなぐらいで、これくらいじゃね、結婚できないと思うんですよ。その気もないと思うし、仕事とは関係ない人はもう全くもう興味ない。本音言うと、もう時間を奪うような、てか人間として、付き合う価値のないクズっていうのは付き合いたくない。超本音ですね。たとえ可愛い女性でもね、教育して聞いてくれるような女の子だったら、一緒にね、成長していって、で来るものは拒まずですけど、本当今回の動画は後半で悔しいって人の相手にされなくて悔しいってこと、これにつきては終わっちゃうんじゃないかな。今回だって会社だって作りたい躍起なんですよ。ちなみにこの補助金を降りるためにはいろんな工程があるけど、JBIZ ID は取得するとかね持ってます。意外とプレミア持ってるんですよね。資格は持ってる、個人事業主になっている。ただ問題がお弁当配達で食品の食べ物を扱うっていうことでね、食品の営業許可証が必要となる。でもこれって取ろうと思えば簡単にできるらしいです。虫が入ってこないに網戸があるかとか、蛇口が壊れてないかとか、水は漏れてないかくらいの基本的なもんなので、たとえねネズミがいるような厨房でも営業許可証は降りるようです。今回配信もう一つの目標である改善点を見つける。見た目がね、あまり変化に乏しいものなので、つまらないかなとは思いますけど、私は全力で説明してるっていうのと、言ってくれる人がいないので、何を直したらいいかっていうのは、わからないっていうと、のと、まあ、正直、認めたくないっていうのもありますね。もう、実績を出していかんとならんですよ。私はかなりイライラしてしまってるんだな。こういう通知がピコって鳴っただけでもイライラして、スマートウォッチもぶち壊したくなってしまう。あ、結構いっちゃってるな。誰でも相手にされないっていうのが一番の苦痛。文句を言われるんだったらまだそれはそれでいいんだよね。無視することができなかった。この心を大きく動かしたっていうことだから。なんと言ってもこう、無視される。なんと言ってもね、歯が許せん。どうやったら食いことができるかな。会社の出た利益で、リアリ。学園ねじ込んでみたいなっていうのもあるし、お金があってね、無理やりステージに上がるとか、信念持って真面目にやっていく、すべてがね、繋がっていて無駄なことはなかった。外国人の労働雇用で、ビザについてもね、勉強したし、物価とか、国のね、文化についても勉強した。営業についても、お弁当を販売するための営業の許可証についても勉強した。あとは実践するときなんだよね。ということで、言いたいことは終わりです。それではお疲れ様です。誰も信じなくても自分だけは信じる。信じて活動する。自分に足らない能力っていうのは、できる人にお金を払ってお願いする。あとは、労働、一人の労力っていうのは、たかが知れてるから、人を使って、機械を使って、一人の生産性を上回ることを作る。そこに価値がある。そうするためにね、仕組み作り頑張る。今回はアウトプットのために、話してみて、そうね、本当にね、指摘する人がいないので、どこが悪いのかっていうのは分からなかったですね。企業の中和性の方がまだマシだった。問題点が把握できたん
あ、参考になったな、今後どうしていくかなっていうのを迷うな、アウトプットして自分説明しないといけないっていう環境作りは必要だから、こういったものは作るけど、自分でこう話し続けるっていうのには精神的に悪いものがあるな、もっと苦しいものがある。これも練習なんでしょうかね。それでは終わります。おし、頑張るぞ、頑張れ自分。